ジャン君、おはよう。はい、すごい暑いけど、あれ？いいの？ちょっと開けるよ。いいんですか？はい、ポンちゃん。ポンちゃんも窓開けたの気がついたね。はい。はい。ジャン君おいで、そこ閉めようか。暑い、すっごい暑い。あれ、やっぱり行くの？ちょっと見たいのかな。よいしょ、少しだけね。じゃあポンちゃん、ポンちゃんも早めに済ましてくれる？ここ昨日もそこさ、ポンちゃん来たから開けてあげようと思ったら、開けても行かなくて、その後、はい、こっちに来ちゃったよ。暑かったみたいで。暑いよね。今日は暑い。猫とはいえ、32度超えは暑いっす。34度だったっけ、昨日。今日はもっと暑くなるって。そうか。昨日より。いろいろ。動画の中ではどのくらい、分かったか分かりませんが、あ、いっぱい撮ったからあれ多分出すね。黒犬おじさんはですね、大腸ポリープを切除して一泊の、入院をして、今日、家で一泊しました。一泊っていうのかな、ということで、ジャン君ポンちゃんの動画は、マオイママさんに任せていたんですが、大変な量が撮ってあったので、ちょっと今朝見てびっくりです。さあ、どんなのが撮れてたのか今の段階では分かりませんが、ポンちゃんどう？はい、あ、いいのも。はい、どうもありがとう。病院の行き帰りもですね、大変な暑さでした。どのぐらいかな、1キロ以上離れてるかな。ちょっと勾配のある、急な坂を上り下りするんですけれども、その間に大量の汗が吹き出るぐらいの感じです。行きも帰りもえらい苦しみました。ということでですね、今日はエアコンつけっぱなしだよ、一日。はいはいはい、ポンちゃんポンちゃんポンちゃん、はい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 、ちょっと掃除機かけたいね。あの、トイレの砂が散ってます。はいはいはい、はい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 、ポンちゃん、あら、ポンちゃんバラとお似合いじゃないですか。どうすればいい？はい、甘えてるちゃんくんです。かわいいです。ちょっとトイレに行くと
34度ぐらいの熱風がすごいです。イエーイ、今日は部屋にいるぞ。おいで、ポンちゃん。お、漏れた。ポンちゃん背中踏んだでしょ。ポンちゃん踏んだでちゃん。踏んだでちゃん、踏んだでちゃん。はいはい、そうだね。かわいい。あ、ポンちゃんが、ちゃんくんのおしっぽのあたりをくんくん。かね。ここは、密集地帯です。いいんですか、コロナ禍なのに。大丈夫です。あー、クビ。お、お、どう？ちゃんくん。ぷんちゃん、ぷんちゃん。ぷんちゃん、ぷんちゃん。ちゃんくん、ちゃんくん。決めとき、決めとき。くしょ、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 くしょ。はい、はい。はい、どうぞ。はい。ほんとに、ちゃんくん。ほんとだね、ほんとだね。嫌だったか。外は灼熱でございます。部屋の中はエアコンが効いてて気持ちいいでしょ。でもそれでもなんかみんな寝てるよね。うん、俺も一回寝た。なんかだってなんかエアコン設定 26.5 度になってるのに 29.5 度になってた。全然冷えませんな。まあそれでもね、外よりは全然、うん、はい、廊下から入ってくると涼しいってなる。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、かわいい声です。ポンちゃんかわいいね。ポン、ポンはかわいいし、ガチャガチャガチャ。ポンちゃん、だんだんジャン君みたいにかわいい声に変わってきたね。かわいいね、ポンちゃん。ジャン君、はい、ジャン君。ジャン君はお返事の声がさ、だんだんなんか、はい、ちっちゃくなってきたよね。はい、お返事するとき甘えちゃってさ、あ、あたしの方が、はい、サイエントニャオになるとき多い。あ、ポンちゃん来た。なぜ集まったかというと、今またプレゼントが届きました。ありがとうございます。ポンちゃん、はいはいはい、ポンちゃん、おい、おおおお、びっくりしたね、ポンちゃん、ジャン君。なかなかきっちり止まっていました。はい、いっぱい入ってます。何でしょうか、厳重な、厳重です。何だろう、ポンちゃんにかぶせと。あ、なんか文房具でしたね、はい、これはあれだね、スケッチブックのメーカーだね。うん、セットだね、こういうファンシー系のセットっていうことかな。うん、5箱あ、踏まれた。ペットストアで5箱限定先行販売の商品の紹介、はい、クロッキーアニマルセットって書いてあるよ。セットが見えない方で踏まれてしまいました。アリポンちゃん、ちょっとポンちゃん、ちょっとポンちゃん、ポンちゃん、あ、ポンちゃん、ちょっとポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、動かしてもらいましょう。これほら詰めといてね、これね、内容はこれ全部ちょっと出すか。そうだね、なんかこういうセットがあるんでね、なんか限定の限定セットみたいなのが出るんだね。お、もう一個入った、はい、クロッキーケ、あ、これクロッキーズっていうのっけ。うん、あのクロッキー状のさ、あの、うん、クロッキー用の中がペラペラのさ、あるよね、スケッチブックじゃないやつ、うちでも使ってるもんね。デザインのものってことね。これのいわゆるクリアファイルですね。うん、クリアファイルとアニマルセットって書いてあるから、アニマルセットっていうのはこれのこと？あ、なんか動物さんになってる。はい。
なんて言ったっけ、メンディングテープじゃなくてマスキングテープ、マスキングテープ、あ、これはほらあれだよ、あの、はい、スケッチブック、の缶バッチ、缶バッチ、はい、でこれは、これはシールだね、うん、切手っぽいけどシールね、うん、あ、切手じゃなくてあのクロッキーの、そうそう、あの、そうか、このデザインのに動物さんがついているシールです。ペタペタ貼ろうよっていうところ、ね、そうそう、にゃんことか羊さんとか、はい、すごいね、ポンちゃん、かわいいものまたいただきました、ありがとうございます。ポンちゃん、ポンちゃんよかったね、ポンちゃん。そしてジャン君は遠いところでお礼を言っております。ちょっとさっきのバリンっていうのにびっくりしちゃったのね。はい、ポンちゃんこれパンって言うよ。パンって言うの、ポンちゃんビニール好きだもんね。はい、100、なぜかビニール舐める、クリアファイル、クロッキー、青、赤、フレークシール、クロッキーアニマルから1セット、ポチ袋、あ、ポチ袋ね、クロッキー袋缶、はいはい、猫柄、ね、あ、それ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 、あとマスキングテープ、クロッキー猫柄、誰かにお年玉あげなきゃ、ジュン君とポンちゃんじゃない。ありがとうございました。ずっと舐めてます。ジャン君、ジャン君、なんか変な格好のまま固まってますよ。はい、とりあえずですね、クロケンパパの大腸ポリープ切除の、内視鏡で取るやつっていうののイベントが終了しました。終了というかね、まあ大体翌日、のお昼ぐらいまで、まあ24時間の絶食、それからその後はお粥ばっかりっていうのが3日ぐらい続いたんですが、以前はね、今回はなんかそうでもないみたいなので、とりあえずはちょっと様子を見ながら、朝もパンを食べたりとかしています。そんなに、調子が悪くはならないかな、今んとこ、まあ大丈夫なのかもしれません。ということで日常に戻ろうかな。入院の日、ですね、検査の日、それからその翌日、今日はその翌日です。生配信をね毎日やっていたんですけれども、今日は歌を歌う日だったんですが、歌はね意外に腹筋を使うので、一応念のためやめておきました。歌いながら痛い痛いってなって、救急搬送なんてなったら嫌なのでね。ということでまた普通の日に戻りますよ。よろしいですかお二人ね。はい。